人生で初めて転職してからまだ1ヶ月も経過していないアルゴスです。転職があまり珍しいものでもなくなった現代で、去る者の終盤のあり方について少しだけ見てみたいと思う。誰もが短くても長くても喧嘩別れしてその職場を離れたいとは考えていないと思う。そんなことをすればその会社で発行してもらいたい書類など申請しにくくなり、自分自身が身動き取りづらくなるだけで何のメリットもない。それでも職場を去る理由は多くあるからして、必ずしも円満でなければいけないということでもない。できることなら円満に去るという考えで十分だと私は思う。あまりここを気にしすぎると不必要に憂鬱な気分になってしまい、進むべきことも動かなくなってしまう。そういうことがないように、あくまでもできうる限りという楽観的な思考で十分だ。アルゴスは様々な転職者の生き様を肯定していきたい。それではまた明日ね。